はい、どうも。すごいテンション上がった。本当朝からツイッター見ててね、リスト見てたらやだな。ちょっとツイッター遠くに置くわ、うぜえから。よくわかんねえ、なんかタケっていうやつがいんの。タケっていう漫画家がなんか、要はね、ガンダムの監督の名言みたいなのリツイートしてきて、本当腹立った。別になんかね、意味がわかんないんですよ。そのなんか、これがダメだ、あれができない、決断できないの、どうのこうで、なんか突然俺咎められてんの。俺そういうの本当に腹立つの。別に、なんでだろうなぁ。やめてほしいなって思う。あのじじいめっちゃムカつか、ブロックした。本当に俺は名言ってものが世界で一番嫌いでね。あと、漫画家とかイラストレーターと一緒にしないでよ。本当に。あいつだ。俺今マジでキレてるから、俺の精神っていうのはすごい弱いんですよ。そういうの邪魔してきたあいつ本当に許さないからな。本当に俺はマジで許さん。俺が許さなって言ったら絶対に許さない。タケほんと嫌い。もういい、なんかな。なんでそんなものについて、俺名言が嫌いなんですよ。前まではずっと名言聞いてたんだけど、俺もほんとはやる気さんの俺は河本大翔とか真島正俊が好きって言って、どの名言が好きって言われた時ちょっとブチ切れようかなとは思ったんですけど、いや別に俺河本大翔名言で見てないからさ、名言もいいのあるなっていうのでは思ってるけど、どの名言が好きかって言ったら直近のライブで聞いた貪欲に楽しんでいきましょうっていうのは、やっぱ生の言葉だからもう全然ちげえのよ。ネットの言葉じゃなくて、楽しむためには貪欲でいなきゃいけないのかっていうのをね、知って、おって思った。気づきじゃないけど、今まで気づいてなかったけど、楽しむってどうやればいいのかなっていうけど、より楽しむために貪欲でいきましょうねっていうのはすごいなって思ったし、生の言葉だったから俺はいいな。貪欲で楽しむっていうのは、貪欲に楽しむっていうか、楽しむことに貪欲というか、まあそういうのはいいなって思ったけど、嫌なんだよな俺は。そういう、ああいうジジイどもってさ、ポジティブじゃないんだよ。だから俺嫌いなんだよ。マイナスなんだよな、イラストレーターとかそういう名言言ってきて。俺の精神衛生を乱さないでくれ。本当に俺メンタル弱い。シャボン玉より、あのね、割れやすいんですよ。まあ無尽蔵には出てきますけど、大量生産可能なハートではあるけど、すぐにね、今日のでも今の一瞬で50個くらい割れたんですけど、俺いつも指ぶつけたら100個割れるんですよ、ハートがね、一気に。それくらいメンタル超弱いんですけど、そういうのでこういうのされたら本当に尾を引くの。俺もあいつの漫画見ねえからな、クソが。過ぎてた瞬間絶対買わねえから、本当に。俺こういうので嫌いになるし。そういうのがなきゃ俺見るけどね、別に。なんかムカつくんだよな。やっぱ作者の、つまんねえからあいつ、本当に。多分あいつ俺の方が面白いからな。うん。あいつは俺より面白い漫画描けるだろうし、絵は上手いだろうけど、俺の方が面白いからあいつより。やめたもん。描かんのやめた、ゴミどもが。死ね。本当に。マジで腹立ってきた。俺が、偉そうに名言言ってくるやつ大嫌いなんですよ。名言をリツイートしてくるので。俺もう二度と見ねえから、ツイッター。ゴミが。俺こういうのですぐ切れるから、あるんだよ。偉そうに指図をするなよって。あ、もう加藤純一さんな。いつも俺加藤純一さん経由で言ってたんだ。きつい。本当に。俺これでメンタルが超弱いんだよ、メンタル今。でもメンタル弱いって言うとメンタルにダメージが入ってる。無限連鎖なんだよ。やばくね、このメンタルの皆さん。しっかり病気なんですけど。ああ、もうゴミクソ。もうツイッター二度と見ねえからな。本当にああいうな。あいつの漫画もな。いや俺はあいつがね、何も言わないって評価なかったら全然宇崎ちゃん遊びたい全然見れたけど、ああいうなんかよくわかんねえなんかねことを言って、そういうのリツイートしてきたっていうので、俺を傷つけたっていう評価で、俺二度とあいつの漫画見ねえから、ゴミが。許さねえ、つまんねえんだよ本当に。俺の評価こんなんで変わるからって言っても別に見ないな、見ない見ない、絶対見ねえから。そしたらなんかよくわかんないバキの話が出てきたのにも苛立ってきた。が全然面白くなかったしな、あれも。そう言われたら俺も、俺の評価ってそういうもんなんだよ。うん。別に雑食なんだけど、その作者がダメだったらって、でも別にさ、赤坂赤先生がさ、なんだろうな、
わたもねの投票でそのなんだっけネモ会をそのネモなんかそういうエピソード投票が一番高かったのがそのエピソードを書き下ろしエピソードが出ますっていうのでネモ派に流れたっていうのは別によくない？影響力を使ったまでじゃん。お前らが影響力を持ってないから弱い力だけど、影響力を持ってる人が影響力を使っただけ、乱用でもないし、何起こってんだろうな。それが影響力なんだよ。悔しいんだったら影響力を持てよなあ。別にそういうことだろ。すごいうざいね、弱者の叫びじゃないな、ぐちぐちうるせえなって考えて、それは別に俺赤坂赤先生それに何って思うけどな、そんな年上さんの肝って思うけど、タケ嫌だな俺。なんかガンダムムカつくんだよな。うん、ガンダム全然知らないからガンダム喋ってるやつ俺ムカつくんだよ。すごいでしょ、俺も最低な人間なんで。ガンダムツイッターでガンダム喋ってるやつキモいしな。ガンダムオタクキメえもん。ガンダムオタクはキモいんだけど、ツイッターでガンダムオタクでバズってるのがキモすぎる。うん、もうガンダム嫌いになりました、あのよくわかんないジジイの名言が。ジジイをはよしね、ほんとにネガティブなやつ俺嫌いだから。メンタルが弱いって言ってもね、弱すぎるけどね、よくないんだろうな。まあいいや、別に俺は俺を咎めない、弱くても。だって弱いんだから咎めただけで折れちゃうんだもん、どうしようもできないんだよ。てかすごいんだよな、潔癖症なんで俺。ネガティブアレルギーだから、ネガティブなやつとかそういう語気を強めた発言を見ると俺本当に腹が立つの。お前みたいなつまんない人間が語気を改めんなよみたいな、なんかとにかく喋んなゴミがって俺は思うんで。何ガンダム作ったか知らねえけど、なんか超腹立ったな、あのじじい。ブロックしてやってました。名言嫌いだから俺、名言アレルギーでもあります。名言ボットじゃないんだよ、作ってるやつ。きめえな、バンされろ本当に。当たってきた、絶対ガンダム見ない俺も。じじいムカつくね。別になんかあれがダメだかこれがダメだかってよくわかんないねさ。分かりづらい説教すんのやめて、本当に。説教すんなら分かりやすく。うん。俺の知恵が足りないのもあんだけど。あのじじい超腹立ってきたな。そういうキモいやつ多いよな、じじいって。じじいってキモいんだろうな。なんか、宮崎駿となんか、庵野なんとかの対談もなんかちょっとキモかったしな。キモいって言ってりゃ優位に立てるやつとは思ってるわけじゃないよ。でも率直になんか、やめてほしいなとは思ったけど。俺はもう、イラストレーター、漫画家、絵師、絵描き全員嫌いです。小田栄一郎先生だけ好きです。ネガティブなもの俺嫌いだから、ネガティブアレルギーなんだ。なんで俺がテレビ見ない理由って、ニュース見たら誰かが死んだの、事故しただの、何かあっただのってネガティブなニュースしか出ないじゃん。それ嫌だ、俺見ない。だからツイッターも見ません。ツイッターアンインストールしようかな。でもなぁ、エロい絵はさ、プラスポジティブなんだよ。エロい絵って、エロい絵は俺にエネルギーをくれる。だからツイッターを見たいけど、エロい絵描いてるやつ全員つまんねえからさ、やっぱ。面白いツイートはできないし、面白さでのポジティブはないから、でもつまんないというネガティブをそいつら俺にくれてばっかり。なので俺はもう見ません。頭にきました。だ俺がツイートしないの面白くないからね。俺ネタツイート面白くできないから、喋ってるの方が面白いから俺は。うん。だから喋ってるんですよ。今日も朝から具合が悪くなった。ツイッターなんてやっちゃダメだな。ツイッターやめたいけどな。どうしようかな。キャンディーマン、キャンディーマン。昨日、親と喧嘩したけど、めっちゃ腹立つんですよ。昨日はね、お金ないから、まあお金ないわけじゃないんだけど、
節約するためにね、俺のね、めっちゃ昨日は揚げ物の肉を食いたかった。揚げ肉をね、食いたかったけど、まあこらえて食いませんでしたけど、その後なんか、よくわかんねえね、乾麺食ってる？乾麺出してきてさ、説教された。説教ってわけじゃないけど、別に、子供のうちはいいよねって俺が言ったんですよ。子供のうちはいいよねって、その、おばあちゃんにお金借りなくてって、おばあちゃんがなんか、お盆玉くれてね、ちょっとお盆玉くれたからやったって思ったけど、本当になんか腹立ってきたな。で、超腹立って、マジ腹立つあいつ。でも俺、お母さんいなくなって喋る人いなくなるから俺多分死にます。死にませんけど、もっと俺おかしくなるんですけど、まあでもお母さんと喋ってもいいことないんだよな。喋んのやめよう、もうって言ってんだけど、いつも喋るんだよな。喋る人がいないから、お母さん以外に。はぁ、嫌だな。お母さんつまんないしな、喋りたくないんだよ。うん、で喧嘩したけど、急になんか、じゃあお礼言ったのみたいなこと言うんだけど、なんか、心配なのとか言う。まあ、お礼の話になってね。え、お礼してんのにさ。腹立つなぁ。そういう気持ちじゃ良くないじゃんとか言うけど、俺違うんですよ。もらっても、あのね、忘れちゃうんすよ。その、なんだろうな。俺は外出ないから、お母さん経由でお盆玉とかが来るんで、すぐにはできないじゃん。だったら電話ですりゃいいじゃんって。俺は今マジでエネルギーないから電話できないっていう。あのババアマジ腹立つな。本当にババアって言っちゃった。俺嫌だなって思った。やっぱ我慢はしちゃダメだなって思った。俺二度と我慢しないから。あと俺は親と話せない。親と話したらさ、現実を見させられるんだよ。ニートだったら背けられる現実を余計に見なきゃいけないのね。てか現実がよくわかんねえしな。俺人気にならなかったら死ぬだけだからさ、餓死するだけ。俺はわがままだからホームレスになってもゴミ漁っても食えないし、物乞いもできないだろうし、な、変なプライドがあるから。だから俺は餓死します。すごい苦しいだろうね。多分途中で餓死できないと思うけど、俺も餓死するしかないよ。本当にそういう人生ですね。20歳生きられればいいかな。生きられないだろうな。どうせ親死ぬもん、すぐ過労で仕事のしすぎで死ぬから。多分俺のお母さんも8月か9月にぶっ倒れてね、入院するだろうし、下手したら2回目の入院で死ぬだろうしね。アナフィラキシー入院ね。するから死ぬし、お父さんは普通に、重労働しすぎで、加齢と過労で死ぬから、俺はもうおしまいですよ。家のね、よくわかんねえ家のローンも残ってね。よくわかんねえって、新しい家は最高だけどローンが残ってるんで、俺にローンが来ないとは思うけど。最悪です本当に。そうなったらまたどん底のね、クソみたいな生活が始まるんだろうな。嫌だな、クソみたいな生活したくねえな。でもどうしようもないんだよな。俺これしかできないんだよ本当に。これしかやりたくないし、絶対にやらないし、死ぬだけ。本当に俺はこれで有名にならなかったら死ぬだけ。だって俺はこれ以外に興味が湧かないの。喋ること以外、 YouTube やること以外に本当に興味が湧かない。仕事絶対にしたくないし、人が俺好きじゃないからさ、もう。ネガティブな話になってね、ネガティブ嫌いって言ってんのにおもろいね。でも死のうとは別に俺は思ってないんですよ。餓死するしかないなっていう話で、俺自殺は絶対にしたくないんですよ。自分で自分の命は絶対に取らない。死ぬ寸前まで何があるか分からないから、まあ何もないだろうけど別に。でも俺自分の手で自分を殺すことは絶対にしない。まあ餓死っていうのもそれなのかもしれないけど、俺は絶対に自殺はしないから。絶対って言うといつか自殺しそうだけど、だって痛いの嫌じゃん俺は。
で別に死ぬことに楽なんてないから、楽な死に方ってないじゃんねえ。嫌です、俺は死ぬのは嫌なので。まあ俺は喋ることが好きなんでね、喋ること楽しいし、生きてる実感かはわからないけど、やっているうち超最高だと思うから、喋ること楽しいし大好きだから、それをするだけです僕は。よくわかんねえ監督みてえなジジイ、ジジイにさ、ジジイのなんかガンダム作ったジジイ、なんか朝っぱらから説教された、ジジイの説教ほどムカつくものはないな。ジジイに説教されたんですけど、よくわかんねえ、まあ、リツイートキモ、ほんとに何リツイートしてきてんだよタケ。多分な、名前読み方違かったらオタクたちにここバカにされるんだろうな。あいつタケか、わかんねえ、猫のアイコンのジジイが、くそ滅びろ、ほんとにつまんねえやつってほんとにつまんねえからな、最悪です。いやでもアナフィラキシー入院は面白いだろなあ。いやでも2回目はつまんないよ、1回限りのね大セールですよ。ほんとアナフィラキシー入院は面白いだろう、そんな入院あってたまるかって感じですけどたまるかなんだね、マジでたまるかだよね。2回目入院したら死ぬ、でも1回目は大丈夫、どんな病気でも。嫌だよ。で俺のお母さんもどうせ8月か9月に倒れるし、夜勤だからマジ腹立つ、超腹立つ。また嫌な生活始まるかもしれないけど、だったら今のうち楽しんでおきますかって考え方でね生きてるんだよね。いつか嫌なこと来てほしくないな、これ以上。だいぶ俺嫌な子だったからな、あんま言うことがダサいっていうかさ、そんなネガティブすぎるものはみんな見せたくないから言わんけど、言ったところで何も治んないから、みんなもね変な空気になるじゃん、何すればいいかって言って。つまんないし、別に俺の面白い過去はないから喋んないけどさ、もうこれ以上嫌なこと起こんないでほしいな。まあどうせ起こるんですけどね、ちょっと今幸せすぎるから、まあ幸せすぎるからなって言ってケツ痛すぎて外出れないっていうのが幸せなのかっていうと、別に幸せですよ。それが幸せというよりは、まあね、楽しいもんな、喋ること。喋ること好きになったからさ。よかった、本当に。これなかったら超つまんねえだろうな。好きなことって大事だな。俺ツイッター好きじゃないもん。まあツイッターのネタツイッターは好きだよ。ネタツイッターって言っても、本物ね。偽物たちじゃないよ。オタクたちがやってるあのユーモアのかけらもないようなゴミつまんないやつとは違って、ちゃんと面白のオタクじゃないけど、ユーモアオタクみたいなやつがやってるネタツイッターら、ネタツイね。あれは好きだよ。面白いもん。面白いもんはポジティブだからね。嬉しいよ。俺は、そのね、メンタル弱すぎるから、やっぱそのポジティブなもので埋め尽くされなきゃいけなかったり、楽しいものを満タンのね、とこでね、埋まってなきゃいけないんで、埋まったスーツみたいなのを着なきゃいけないんで、ね、ポジティブスーツみたいなものをね、身にまとってね、生きていかなきゃいけないとダメなんで、本当に俺メンタル弱いから。でも今日もムカつくね、ガンダムのジジイにね、なんか説教されました、名言で。超腹立った。あのジジイ、ほんと腹立つ。俺の嫌いな人が一人増えました。俺の嫌いな人は、あの、ラブソングが歌えないを作った漫画家と、あの、ガンダムを作ったジジイね。ガンダムのファンみんな怒るけど、俺はガンダムのジジイ嫌いだから。俺になんか上から説教してきたから。ね。腹立ちますね。ガンダムそのものは別に否定しないけどね。なんでかって俺ガンダム見たことないの。否定しようがないじゃん。でもガンダムのそういうオタクだけがわかるやりとりみたいのをふんって言って、ちょっとドヤーみたいな感じでツイートしてる人たちは本当にね、マジで、それを
ね、その命をね、誰かのためにね、あげてください。河本ひろとの名言、好きな名言なんだよって、なんで言われなきゃいけないんだろうな。今めっちゃ腹立ってきた。それ一番地雷だよね。河本ひろと好きなんだ、じゃあ好きな名言何って。名言俺嫌いだから。俺名言ずっと見てたけど、名言嫌いだし、もうだってさ、あいつら俺に上から目線で指図してくんだもん。別に超腹立つな。なんかすごいことしてんだろうけどね、俺にはできなかったすげえことしてるんだろうけど関係ないから。うん、だからとみん言って俺はみんな見下ろしたいわけじゃないけどね。うん、そんなやつと一緒になりたくないもん。そんなクソ野郎になりたくない。名言残したくねえな、キモいし。で、名言っぽいことを言うっていうギャグ俺ハマってるから、名言嫌いなんだろうね。名言茶化してます。名言キモ、名言っていうのやめよう。もうイントネーションとかじゃなくてやめました。これなんだ、ああマリオデッセイだ。キャンディーマン、キャンディーマン。全然ネガティブな話してたな。ネガティブマンだった。まあそんな朝からね、あのキモい漫画家のキモいリツイートでキモい名言とキモい説教を受けました。朝から最悪です。俺は今日はね、加藤純一さんのね、過去の雑談でも見てまったり過ごそうかなと。金がないからもうね、誰だら過ごそうかなと思ってましたが、よくわかんねえじじいに説教されました。俺はちょっとガンダムが嫌いになりました。二度と見ません。あのじじいが作ってる作品なんでね、マジでガンダムファンにね、叩かれ炎上するだろうな。ガンダムのじじいが、それもそれ別にボットだしね。朝からガンダムのじじいに名言風説教されました。名言別に名言じゃないしね、それってファンが勝手に名言って言ってるだけで。悲鳴は本当にそういうことするからな。ガンダムでも違くはないんだろうけどさ、漫画家とかイラストレーターと全然違うのに、なんでその名言持ち出していくんだろうな。職種が違うの。俺 YouTuber とかさ、口が悪いよな、あのジジイ。ガンダムのジジイって検索、いや、いいや。ガンダムジジイ、シス。超俺もう、今んところガンダムジジイ嫌いになってきた。どんどんガンダムジジイ嫌い。俺のお父さんはガンダム好きらしいです。ちょっと腹立ちますね。俺のお父さんとね、俺は好きなもの全然違うんですよ、うん、まあ俺のお母さん、まあ、そらそうだろう、全然じゃない。好きなものが好きなものが同じものがないってだけで全然とかじゃないよね。うん、重複箇所がないだけでそういうもんじゃないでしょ。別に人間ってそういうもんでしょ。好きなもんは人それぞれ違うし。スーパー現実逃避。でも俺も現実逃避なんだろうけどな。まあいいや別に。今はね、どうせ逃げれてないもん。現実にいる間も現実の中にいるんだから逃げたふりです。逃げたと思い込んでるだけです。マジ今日も変なジジイに説教されました。ほんとガンダムのジジイ腹立つな。あいつ俺に上から目線で言ってきやがって。まあいいや、まあ、ガンダムのジジイにイラついたところで雑談していこうと思います。やめるみたいなねの流れなの。喋ること最近楽しいって、金がねえから喋る以外の楽しいことがないの。
まあでもな、漫画読んだろうがさ、飯食おうがそんな楽しくないんだよ。喋ってる時が一番楽しいんだよ。漫画読みながら喋ったりさ、飯食いながら喋ったりするのが楽しいんだからさ、こんな声量で飯食えねえしさ、家で飯食うもそんな美味しくないし、デリバリーぐらいだから、ピザ食いながらとかさ、汚ね。俺の股間書いた、股間書いたカスがなんかキャップに入んじゃうのかな。それだけはね、当の本人である俺でもやめてほしい。痛え、体痛え、変な体勢だから痛いね。痛いのは良くないんじゃないかな。うわ、汚っ。舌出すなよ、俺の汚え、くせえ舌、草舌をな、出すな。嫌われるから。じゃあ嫌われようかなって、ベロベロベロってね、出そうかな。でもさすがに俺がもし雑談見てて急に汚い舌が現れたら、うわってなっちゃうんで嫌です。急に汚いで、急に汚い舌が出てくる雑談なんでね、あんまりいいもんじゃないから。俺は月報します。加藤純一さんはなんかあれでゲップが嫌いらしいです。俺はわざとゲップを出してます。ニコ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 、ゲップもするしヘもする。超お下劣雑なんですけど、そのなんだろうな、雑談してるだけじゃ俺の魅力って伝わんないんだよ。魅力の塊なんだけど、その魅力の塊にみんな興味が出ないわけ。じゃあなんか俺はなんか創作活動しなきゃいけないけど、俺喋ること以外できねえからさ、面白をクリエイトしてるつもりなんですけど、みんな興味ないらしいんだ。今日親入ってく、早く帰ってくんな。鼻かい、あー鼻かい、キャンディーマン、キャンディーマン。今日もお母さんのことババって言っちゃった。でもマジで俺は腹立って、お母さんのそういう悪い癖が出ない、出るんだよな本当に。俺お母さんね本当好きじゃないんだよ。でもお母さんしか喋る人もいないしさ、でもどうせまあお母さん飯作んなくなってきたからな最近。だってそれ疲れてるもん、仕事してるから。俺なるべく美味しい飯が食いたい。俺は料理ができないんだよ、美味しいご飯作れないの俺は。欲しいって破滅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 。まあネガティブなものは見たくないよねっていうその話で、俺は精神がそんな強くないからネガティブなもの見たくないからね。でもよくよく考えたらスカットジャパンって意味わかんねえよな。スカットジャパンのスカットするシーン全部見ないで見たっていうね。嫌な客がいる、ただそれだけ知って帰ってくる。スカットしないジャパンね、いつものスカットジャパンの構成で嫌な客が出てて、ずっと嫌な客がずっと嫌なことして終わる。イラッとジャパン最悪のね番組。スカットジャパンってマジおもれえな。いや、スカットジャパンが面白いんじゃなくて、面白くね？こんな嫌な客がいました。ですが、隣のおじさんから一言言ってきました。その時はスカッとしましたみたいな。終わってるよ、そんな番組がある。でもスカットジャパンって確かに面白いな。いや、スカットジャパンが面白いんじゃなくて、そんな、最高に面白いな。おもれー。スカットジャパンは全然面白くないけど、スカットジャパン笑えてきたな。それも笑っちゃいけないけどさ、俺が好きだった子も今何見てんのってね、テレビ何見てんの、テレビ何とか見んのって言ってスカットジャパンって言ってたんで、スカットジャパン見るすごい可愛い子なんだけど、スカットジャパン見るのって無理だからな。
いや無理じゃないよ別に、すごい可愛いんで。スカットジャパン見てるっていうステータスを帳消しにするくらいね好みなんですけど、うん、もう普通にダメだったんですけど、まあ、ダメかどうかは分かってないんで、でもね嫌なんだよな別に。そんなしたくないから俺は金を持ってね帰ってきます。うん、金がないとやっぱできなくない、意味なくない。でも嫌だ嫌だ、すごいね金使われておしまいな気するからさね。スカットジャパン見る女で、荷物多い女、荷物女、荷物多い女無理、日本の社長。あとどんな女が無理なんだっけな、誰か言ってたな、わかんねえ。スカットジャパン見てる女、すげえ最低の偏見だな。いやでもスカットジャパン見てる人とは俺は仲良くなれないよ。スカットジャパンでいや今日もスカットしたなって一旦不快にされてるからね今この作業なわけよ。てかちょっとマイナスなことが起きてるってことはちょっとずつ下がってってんのみんなね、え2歩下がって1歩しか進んでないんだよスカットジャパン見てる人って。いや2歩下がって 1.5 歩、2歩下がって 1.5 歩進んでっていうのを繰り返して、ただただ下に行ってるだけだよ。だって不快になったってものの事実を見てるわけだから、別にスカッとしないんだよ。不快になったものをスカッとで、うん、戻ってはないでしょ別に、不快なもん見てんだから。うん、その今の通常状態からさらにスカッとスカッとスカッとしていくことってないの、無事よね。それができないから一回不快にさすわけよ。うん、スカッとジャパン面白い、スカットジャパンは面白くないけど、スカットジャパン面白いな。なんかいや、その中身のスカットジャパンがじゃないけど、めっちゃ面白くない、やってること。一回そういう不快にさせといてスカッとするドラマみんなで見て、スカッとしたかスカッとしてないかとかやって、やってんのおもれー。あのなんか、読み手も面白いしさ、この時はスカッとしましたみたいなね。俺は今ここで、ね、あれ全部統合失調症が書いてますとか言いそうになったけど、それは本当に良くない、本当に申し訳ございません。そのねようなことを言いそうになった私、本当に申し訳ございませんでした。ほんでこれはね、統合失調症の方を不快にさせるような発言、本当に申し訳ございませんでした。もう本当にすいませんでした。いやそのさ、耳ほじりながら謝罪すなよ。別に統合失調症は書けないだろスカットジャパンの構成を。多分あれ鈴木治が書いてんだろ、テレビの脚本全部鈴木治でしょ。うん、最近水溜りボンドのあれコント作るらしいけど、構成とかあれ全部鈴木治です。はい、知ってました、多分違いますけど、俺も知りませんし。気づいて、ケツが痛いというよりはさ、金玉のね、玉裏にできもんができちゃって痛え。病気で。風呂入んねえからさ。はぁ、痛いよー。金玉が、すごく玉の裏が痛い。金玉の裏にできものがいっぱいできてる。風呂に入らなかったからだ。やだー、痛いのやだよー。キャンディマーン、キャンディマーン、キャンディマーン。イケてるサンバーピッカピッカジュースウェリリリウェリリリリリリリキャンディマン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 ピッカピッカジュース。どうも、はじま京志郎です。やっぱ統合失調症とか言っちゃダメだと思いますよ。俺も昨日統合失調症になりかけた。ストレス溜まりすぎて、久々にとんでもないストレスが降りかかってからマジブチ切れた。あー鼻かゆ。
これはもうなるべくその絶対に話さないっていうとそれはむずいから、マジで本当にお母さんと話すの控えないとな。いつも俺はお母さんと喋るとそのなんだろうな、あの凡人って言い方は悪いんだけどさ、いらないストレスとか不安を振りまいてくるわけ。別に不安なんて考えたってしょうがないじゃんってことをやって、すごいストレスにはなるんだけど、人に話をぶつけるって良さはあるわけよ。いやでもこっちの方が楽しいし、もうお母さんと喋るのやめよう。最低限の話だけで生きていこう。絶対こっちの方が大きな声で喋れるしさ、喋りたいことも喋るし、絶対こっちの方が楽しいわ。二度と喋んねん。うん。って言ってもいつも喋ってんの腹立つな。俺に腹が立ってんだよ。やめた方がいいよって。もうさ、喋んのやめた方がいいからさ。マジで話すの控えなきゃ。もう話すの控えるの頑張んなきゃの嫌だな。お母さんと喋るの全然楽しくないのに、やっぱ人間と喋りてんだよ俺は。だって本当に一人だから。今だそのね、おもろきものとしてなんかあるまじき感じなんだよな。おもろきものとして面白いんだけど、なんか変にユーモアの番人みたいになってきてさ、ユーモアの審判みたいになってんのよ俺今ね。お母さんがね、いやもう話す相手いないからさとか言って、じゃあうちのね犬と喋ればいいじゃんみたいな、喋るしねとか言ったけど、まあ、よくあるよねって、犬と喋るっていうユーモア。でも俺が言ってんのっていうので俺ブチ切れそうになるんですよ。あのそもそも面白かったら俺は全然いいんだけど、全然面白くないし、ありきたりだし、何回も聞いたことあるし、それが重なって本当に嫌なんですよ犬と喋るっていうもんね。うん、そんなありきたりなね、何回も何回も使われた、うん、もう味もしない悪しか出ないね、そんなユーモアは俺に投げかけられても困ります。本当に何も俺の真意を、まあ、真意なんて理解できねえか。うん。そうだ、真意なんて理解できないでしょ。びっくりするね。そう、真意なんて理解はできないでしょ。理解するものとかそういう意味じゃなくて、単純に人が考えてることなんて分かんないでしょ。喋んなきゃ分かんないでしょ。でも俺はいつもそうやってきて、じゃあなんで俺がこうやって言ったかっていうのはいつも言ってるけど、無視されんだよ。俺が喋ってんのそういうことをさ、腹立つから、もうマジで頑張って話さないでしょ。今日はここら辺にしとこうかな。あー、しときたくないけど、まあ、しとくのやめるか。超金玉痛い、金玉痛い大作戦。今日イラついたこと、あのよくわかんねえ竹じじいにね、不快にさせられました。ほんときちいわ、あいつのこと嫌いになった。
名言アレルギーだから。じゃあ今日これにしときますか。うんち。